はい、ゆめキャスです。ゆめキャスが、今日で1周年ということで、いや、おめでとうございます。いや、もう1周年なんだねなんかね、最近1周年のアプリが多い気がします。はい、それでね、あの1周年ということで、なんかいろいろガチャがありまして、まずは96時間限定ガチャ、これ前なんかありましたよね、似たような感じで。それをとりあえず、20連目がなんと無料で引けるっていうことで、まあ、あのギリギリそう190個石あるので、とりあえずこっちの方は10連引いて20連目も引いてっていう感じで、はい。しかもね、なんかね、ラインナップが限定のね、そう、限定ではないかな、そう、いやでもそう、欲しい子たち、そう、限定も入ってるんですよ。これとか見えざるってね、懐かしい。あとこの勇者のやつとかイベントのやつですよね。そう、あ、欲しかったやつとかめっちゃあるんで、ぜひお迎えしたいな。そう、いいよね、そう、欲しかったやつとかあるんで、ぜひ、はい、お迎えしたいです、はい。そしてもう一つなんですけれども、でもこっちはね、ほんとやばいですよ。なんと、ガチャが無料で引けるサンクスプレゼント7って合ってるのかなそう、これが来ました。びっくりした、マジで。いや、まずステップ1が7枚の S レアから、この7枚ですね、この S レアから必ず1枚が来るというガチャなんですよね。そう、これが必ず 100% で出る。これ1枚だけなのかな、これ多分1枚だけ来るっていうことですよね。そうでね、あの私あの実を言うと、あの全部持ってるんですよね、これ全部持ってて、みんな覚醒もさせてるんで、ただね、一つだけ覚醒できてないのがありまして、それがこのイオリなんですけれども、なのでね、このイオリが出たら覚醒できるので嬉しいですね。そう、まあでも他も、あの、あれ、なんか限界突破みたいなのも、ね、できるようになったので、そういうこともできるから、もう全然嬉しいです。そしてなんと2回目なんですけど、このね、好きな UR7 枚のうち1つを選べるやばい。そう、選べるんだよね。そう、選択したキャストが必ず手に入りますということで、あ、この中から選べるってことなのかな。そう、いや、もう私はもう決まってますよ、もう1枚にもうこれぞというものが決まってるので、ぜひ、はい、楽しみですね。まあそういうことで、とりあえずあのこっちの96時間限定ガチャの方から回してみたいと思います。はい、ぜひ。そう、あのギリギリ間に合いました前回ね、もう1周年ガチャ引けないとか言ってたんですけど、ギリギリ間に合いましたもん。どうかな、赤だけど、あ、え、白、あ、これちょっと見えちゃう、ちょっと見えた、あ、でも S レア良かった、あ、いいね、持ってない、これ、あ、ドクターのやつだ、え、かっこいい、いいですね、やった、やりました、あ、やった。いいよね、この羊衣装。めっちゃ好きなんですよ。おぉ、びっくりした。ああ、そう、そうせいさん。やりました。S レア。これ、わかりますよ。あの、覚醒すると激ヤバになるやつ。え、見たことない。何この。虫？あ、アリス？あ、わかんない。持ってない。びっくりした。あ、これも持ってない。死神かっこいい。いや、やっぱ持ってないの多いな。いいな、嬉しいですね。うわー、持ってる。でも可愛いですよね。やった、探偵ですね。やりました。もうちょっとドラマ見たいところなんですけど、ここはスキップシーの。いや、嬉しい。これ何？死神、ハロウィンか。死神衣装になってるんですかね。俺が刈り取るのは君の心。やっぱね、ジンさんが言うとかっこいいよね。で、あとこの毛虫ですよね、これ。これもう。すごい衣装だな。かわいい。かわいいね。びっくりした。うわ、これ覚醒させたい。どうなるのかな？もう蝶になるのかな？はい。で、このドクター、いや、持ってなかったんで嬉しいです。見えざるて。
そう、懐かしいね。あ、かっこいいな。よかった。はい、ではね、次は、無料でガチャが引けますので、そっち無料で回したいと思います。はい、では、UR は 3% のままなんですけれども、あ、でも S レア以上確定なんで嬉しいな。はい、さあさあ、赤赤ね、 OKOK で、ペラ、あ、黄色はい、あ、やった、 S レア3枚もありますね。はい、あ、ソーセさんいいね。はい、ジンさん、あ、持ってない持ってない、マジ、あ、これあれだよ、またあの勇者のやつ、かっこいい、いいですね。あ、いいね、やっぱ持ってないの多いな、かっこいいやばい、今日や超かっこよくない、この式辞衣装。あ、持ってない、ちょっと待って、マジ、ちょっと私全部、え、マジ嬉しい、持ってない、全部持ってない。あ、やった、覚醒できる、え、超嬉しい、どういう姿になるんだろう。おっ、わ、珍しい、ひよりがこんな衣装、かっこいいね、フランケンシュタイン。おっ、やった、このジンさんも覚醒。さあ、うわー、かっこいい、これ欲しかった、やばい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 、いや、このシリーズいいよね、執事衣装の。私大好きなんですよ。嬉しい。なんたってこんなに入があるんですから。うわ、やりました。やった、Sレア全部入だ。嬉しいな。そう、この勇者のやつとね。これもですね、新しい、あの、同じやつ。で、これが執事。いいなぁ、このカイトさん超かっこいい。これね、みんなかっこいいんですよね。こんな執事がいたら最高だなって。で、個人的にツボは、この、京也の執事衣装。で、これやった、覚醒だ。これも覚醒ですね。やった、どうなるのか楽しみです。では、96時間の方が、終わったので、ではね、次、こっちの方を回したいと思います。はい。いや、嬉しい。いや、1周年おめでとうございます。そう、なんかアルバムもね、出ますからね、ちょっと欲しいです。はい、 S レア何、おー、そっか、やっぱ1枚、誰、わー、ソーセイさん、そう、これね、全部これあれだな、 100レベルにしましたね、多分限界突破全部したので。そう、でも嬉しいです、ありがとう、ソーセイさんが来てくださいました。そしてこの次ですよ、やばい、どうやって選ぶの、あ、そう、やっぱこうやって選ぶんだ。でもね、私みんな、あれ、これ私全部1枚ずつ持ってるかもしれない、このスバル以外全部持ってるんで、誰選んでも覚醒できるんですけど、でもやっぱりここは日向くんにしたいと思います。そう、この前のね、あの日向くんガチャ、日向くんしか出ないやつで出てきてくれたので、はい、そう、おとぎ蔵主のね、カイトさんもかっこいいんだけど、いいよね、もう確定だからね。はい光ってる、嬉しい、やりましたね、感動感動、覚醒できる、嬉しい、はあ、やりましたね。あとはレアかな、はい、あ、はい、ではそんな感じで、いや、ありがてー、このね、覚醒できるのは嬉しいですね。よし、じゃあちょっと覚醒動画もちょっと撮りたいと思います。はい、ではちょっと整理しましたので、特別レッスンのお時間に入りたいと思います。まずはあのね、羊のやつ、京也とスバル、どっちもできました。嬉しい。なので、スバルから。はい。はい。ダダ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 。え、どうなんのかな？あ、やばい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 。ちょっと待って、やばいやばい、これ。やべ、超かっこいい。どう？決まった？いや、これ、めっちゃかっこよくない？なんかいつものスバルと違う。うわー。
やばい、やっぱこのシリーズめっちゃいいわ。私大好きですね。で、京也。京也も絶対やばいでしょ。はい。ダダ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 。あ、メガネ。ダーン！かっこいい。やべえ。やばいやばい。ちょっと、これちょっと意地悪そうだな。やばい。あ、かっこいい。メガネ取ってる。あ、かっこいいな。このシリーズめっちゃ好き。はい。では、このね、ハロウィンのジンさん、行ってみたいと思います。はい。ダダダダダ。ダダダって。あ、何？かっ、おー！躍動感。いいね。すごい。かっこいいな。なんか、すごい躍動感溢れますね。かっこいい。そして、ちょっと個人的にめっちゃ気になるこの、アリスの日向くん。さあ、どんな蝶になってくれるのか、気になるところ。あ、かわいい。やばいやばい。かわいい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 。ちょっと、メッシュみたいなの入ってる。馬虫、あ、かわいい、超かわいい、やばい、なんかすごい衣装だけども、そんなこと気にしないくらいかわいい。そう、なんかキノコ持ってるし、あ、かわいい、いいですね、これちょっとかわいい、めっちゃかわいかった、嬉しい、覚醒できてよかった、どっちも。そしてメインの、一番のメインである、そう、あ、この2枚はね、あるんですけど、そう。これ、どうなるのかな？私、わかんないかもしれない。おとぎ同士のひなたくんを覚醒させたいと思います。はい。どうなるのかな？あー、かわいい！かわいい、かわよし。やばい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 。なんだ。猫目がめっちゃ可愛い。衣装可愛いじゃん。いいですね。嬉しいな。なんかちょっとね、柔らかい感じからちょっとかっこいい系になりましたね。うわー、めっちゃ強そう。爪めっちゃ伸びてる、伸びてるっていうか多分、そういう風にしてると思うんですけど。いいね。鈴がね。某ドラえもんみたいで可愛いと思います。ほとんど言ってるけどね。ホームに戻ってみよう。トップね、これにしてるんですよ。あららら、可愛い、やばいやばい、いいな、ちょっと当分これにしとこう。いいですね、可愛い、 やりました。はい、じゃあそんな感じでね、今回はガチャ、ちょっと2種類のガチャ回してみたんですけれども、そうですね、まあとりあえず1周年おめでとうございますということで、はい、ではまた一生貯めてね、次どんなガチャが来るのか。いや、とりあえずでもやっぱ確定で UR かね、好きなキャラもらえるのはやっぱ嬉しいですよね。はい、ということで今回はこんな感じでした。いや、もう本当大満足です、ありがたいです。はい、それではまた次回のガチャでお願いします。ありがとうございました。